東津山駅は、岡山県津山市川崎にある、西日本旅客鉄道の駅、津山駅管理の無人駅である。インビ線の終着駅で、姫新線に接続しているが、運転系統は所属線を超えて、津山駅までであり、当駅始発並びに、終着の列車は設定されていない。駅構内短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ。 地上駅。駅舎内に待合室とトイレが設置されているが、券売機は置かれていない。駅舎側の1番乗り場は、姫新線の作用方面域と陰ビ線の地図方面域が停車する。島式の2.3番乗り場は、津山方の構内踏切で結ばれており、2番乗り場に津山方面域の列車が停車する。3番乗り場は、津山方の未線路がつながっている。 五線用車両の待機線となっており、旅客列車が入線することはない。また、かつて隣接する住友大阪セメント東、津山放送所へ通じていた、専用線の痕跡が見られる。作用、地図方面の分岐路線は、東側で断線になっているため、インビ線、姫新線作用方面からの同時入線や、同時発車はできない。分岐駅においては、本線の方がまっすぐ伸びており、 支線の型が曲がる形で分岐するのが通常であるが、当駅は例外で本線である姫新線の方が曲がっており、支線であるン尾線の方がまっすぐになっている。これは津山駅からン尾線の地図方面が初めにあって、姫新線の作用方面が後から建設されたという歴史的経緯による。本港では JR 西日本公式サイトの全域路線図に、 従い路線記号を表記しているが、実際の駅構内の主だった旅客案内には、2016年3月のダイヤ改正の段階では姫新線、インビ線ともに反映されていない。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。